まあ、第3限目ということで、まず当てようじゃないかと。単幅、これがねまず基本だろうと。2頭3頭ぐらいだったら、はい、水上でございます。今回もよろしくお願いいたします。水上学ぶの競馬大学、夏季集中講座予想力アップ編でございます。今回はですね、まあ、第3限目ということで、具体的に馬券を買うときに、もしかしたらベテランファンの方も買い方というかね、見直すいい機会になるかもしれないので、まあ、ちょっとその辺の部分でねポイントになるかもしれないことを申し上げようというふうに思っております。最後までよろしくお付き合いください。さてですね、まあ馬券を買うとき一番大事なのは犬種選びだと思います。これに関しては過去にね、この競馬大学でも一個一個の犬種を例に引いて、どういうふうに買ったらいいかという話をしてきました。ちょっとね1年目2年目ぐらいのファンの方には難しいかもしれないんですが、興味がおありになる方はですね、それをまとめて見返していただければというふうに思います。さてここでお話ししようと思うのは、まず当てようじゃないかということなんです。馬券が当たらないと続けて買おうっていう気にならない、これはもう当然のことだと思います。コンスタントにまず当ててみようじゃないかというねところから始めたいと思うんですよ。単幅、これがねまず基本だろうというふうに思うんです。でまず単勝、これはまあご存知だと思うんですけども、勝つ馬ですよね、一着になる馬を当てるということになります。まあ、1頭に絞れるということもあるかもしれないんですが、基本的にこの馬も勝てるんじゃないか、この馬も勝てるんじゃないかと複数出てくると思うんですよ。でその場合にね、まず言いたいのは、まあ2頭3頭ぐらいだったら全部まず単勝買ってみればということなんですよ。誰が単勝は1頭じゃないといけないというふうに決めたんだと言いたいですよね。だったら単勝2点3点買ったっていいじゃないかと。単勝の当たる確率が飛躍的に上がると思います。でその場合に私がお勧めしたいのは、単純に前に行ける馬を買った方がいいよということです。その方が勝つ確率は高いです。前に行ける馬というのはもう目標が前に、まあ、逃げた馬あるいはその2番手3番手ぐらいまでの馬あたりをまあ見ながら、抜け出す目標騎手が測りやすいということありますよね。あと大外回ってくるってことはよっぽど特殊な馬場状態じゃない限りはないです。コースロス、距離ロスを防げる、当然勝つためのハードルは低くなっていきます。自分がこの馬いいんじゃないかと思った馬の中で前の方につけられる馬というのを単勝で買ってみたらいかがでしょうかというアドバイスです。じゃあ副賞、これはどうだというふうなことになるんですけども、副賞の場合はね、私は何でも買うというのはこれは単勝とは違っておすすめしません。なぜならオッズが低いからです。副賞の場合はさすがに1頭がいいと思います。じゃあそうした場合に何を買うかというと、自分が単勝買った馬の中から選んで買ってもいいんですけれども、違う馬の副賞をあえて買うという、これも面白いと思うんですよ。そうすればもし単勝が外れても当たる可能性ある。こう私が言いたいのは、副賞で人気を買おうじゃないかということなんです。これはなぜならば、副賞である程度当たって利益を出すには人気がない馬じゃないと意味がないからです。そしてそういう馬っていうのは逆に単勝を買う時とは逆に後ろから追い込んでくる馬の方が面白いと思います。これはまあなぜかというと、前の方につけられる馬で人気薄っていうのは基本的に最後直線でバテてズルズルって下がることが多いからですよ。副賞で残るってことはそんなにはないです。ある程度コンスタントに副賞の穴馬を買おうと思ったら、差し追い込み型の方が私は面白いというふうに思います。なので、単勝に関しては、何点か買ってもいいですよ。2点3点買っていいですよ。そして前の方に位置できる馬を買いましょう。副賞は1点だけで差し追い込み型の人気のない馬を買ってみましょうというようなアドバイスをしたいと思っています。はい、それでですね、まあ、こんな特集特別講座をしてほしいであるとか、あるいは単純に私への質問でも結構です。そういったリクエスト質問あるという方はぜひね、下のコメント欄に書き込んでみてください。もしかしたらお答えできるかもしれません。
で、私のですね毎週のレース予想、まあ、重賞を中心としたレース予想はですね、競馬ラボ血統トレジャーハンティング、金曜日それから土曜日の夜に、更新しておりますので、ぜひそちらをご覧になってください。概要欄にリンク貼ってございます。まあ、なんか質問の手が上がってるんで、はい、これどの馬が前に行くとか後ろに行くとかってどうやって分かるんですか？なるほどね。今いい質問が出ました。これね確かに、難しいところがあります。基本的には馬柱、2限目の講義で言いました新聞でね通過順というのが必ず出ています。その馬が、過去のレースでそれぞれのレースにおいてどういうような位置取りで競馬してきたかっていう、ポイントとなるその地点での通過順というものが出ています。まあ、これで前の方に行って競馬をして結果を出しているかどうか、まあ、反対に、まあ、4コーナー例えば十何番手で回ってきて、最後ゴールした時の着順が3着とか4着とかいうふうになっている場合は、あこの馬直線勝負にかけて、瞬発力追い込んでくる力があるなというふうに見ていいと思うんですよね。まあ、なのでそういった馬柱を参考になさるのが一番いいかなというふうに思います。ただ一つ問題となってくるのはこのレースやたら前に行きたい馬多いぞとかねそういったことがあるんですよ。その場合はどうしたらいいかなんですけど、意外とねこれ前に行く馬が多いレースってすんなり隊列決まることが多いんですよ。その場合は、まあ、これもね細かく言ってしまうと騎手のねこう段というかこう乗り方の個性とかね、まあ、難しい問題あるんですけど、基本的に内枠引いた馬の方が前には行きやすいです。それは当然ですよね。それだけ逃げる馬多いレースっていうのは基本的に距離短いことが多くて、スタートしてからちょっと直線が続くことになります。その場合に、何と言いますか、内枠にいた方が当然コーナリング入る上でスムーズですし、花を主張してしまうともう外からの馬も無理やり競ったりするってことは意外とレースが壊れてしまうので、まあしないこともよくあります。逆に何が行くか分かんないレースの方が前がぐちゃぐちゃぐちゃっとすることはあるんでね。まあ話戻すぎますが、基本的にどの馬が行くか分かんない、判断するのは馬柱でその馬の通過順を判断しましょうというふうに言っておきたいと思います。でちょっと話の方向は変わってくるんですけれども、最後に申し上げておきたいのは、1日の予算あるいは1レースの予算をしっかり決めましょうということです。これはね守ってください。もし当たれば積み増してもいいと思いますが、外れてしまった場合はその外れを無理に取り返そうと思わず、それは潔く諦めてその日はもう、観戦して、予想はしていいと思います、予想はしていいと思いますが、馬券を買うのは控えて次のチャンスに備えましょうということを言いたいです。まあ、やっぱりね競馬っていうのはギャンブルの側面は否定できません。まあ、なので馬券をね一つ自分にルールを決めてそれを課してそれを守るということ、それは大事なことです。で、まあ、あとね馬券買ってるということでちょっとたまにね白い目で見られる、今昔に比べると本当に私が競馬始めた頃に比べると全然今そんなことなくなってきましたけど、でもまだ一部にあります。でもやっぱりそういうことでね、なんか言われたらこう言ってください。競馬っていうのは馬券からね国にお金が入ってるんですと、国に税金としてその売り上げが入っていって、そしてまあ公共施設とかね、まあ、いろんな設備作るったりするのに使われるということ、社会貢献できてるということ、それからもう一つは、まあ、馬をね無理に走らせたり鞭で叩いたりしてかわいそうだって声もあるかもしれませんが、逆に競馬がないとサラブレッドっていう種は絶滅してしまいます。サラブレッドってとっても弱い動物なんで、人間が保護していかないと、とてもその種を紡いでいくことはできません。まあ、なので競馬があるからこそサラブレッドっていうね姿を見続けていくことができるということもありますんでね、ぜひ胸を張って競馬ファンを名乗っていただきたいというふうに思います。まあこういう機会でもないと、まあ、そういう話もできないのであえて最後に申し上げましたけれども、競馬に対する理解をまあ、周りの方にしていただきつつ、末永く馬券を買い続けていっていただければというふうに思いますね。まあこの夏季集中講座、まあ、ちょっと最後こんな話で締めくくらさせていただきました。まあまた何かね機会がありましたら何かテーマを見つけて競馬大学の方でシリーズでやってみようと思いますので、またその際はぜひお付き合いしてみてください。それではお付き合いいただいてありがとうございました。失礼いたします。